えっと、私も土曜日休みだったんですけどね。うん、もう久々に休みというかね。もう、その、すべての、ええ、書き物、終わってたんですよね。まあちょっとネタ作るみたいなのもあったし、エッセイとかもあったんですけど、それまではね。それも全部終わって、本当の純粋な休み。なるほど。それがなかなかないよね。そうですね。トゥル ホリデー。ま、純粋な休みですよだからさっき聞きましたけど。トゥルーホリデー。トゥルーホリうん。真の、真実の。そうですね。真実の休みですね。はい。ソニとにかくもうその、ソニックソニックすすごい。ぎて、ソニックホリデー。ソニックホリこれ。ソニックホリデね、ソニックホリデー。意味がちょっとわかんないけど。すごい。 すごい安いね。ねうん、ソニックホリデーは。ソニックホリデーと言っても過言ではないですよね。<laughs> そのソニックホリデーに、<laughs> うん、とにかく予定を詰め込みましたね、うん、ああ、なるほど。はいろいろやろうと。 まず、午前中ですよ。ねスピッツの、あの、映画を見に行ったんですね。映画やってるんですなんか、あのね、ワウワウでね、一回こう、配信された、優しいスピッツっていう、北海道の帯広でスピッツが、なんかこうね、あの、幼稚園みたいなところの中で、あの、配信ライブやったんですよ。それを、一回だけ配信されたのを、映画館でやるみたいなのがあったんですけど、この、それをね、 朝9時の回、行こうということで。で、母親と行こうって前日にそうね。絶対。絶対母親と行くってことになってね。で、8時ぐらいに母親が家に来て。で、そのまま映画館に行くんだけどもね。で、車の中でね。 で、俺が助手席に座って、こう映画館の場所を指示したりして、で、母親が、えー、もっと早く行ってくんないと分かんないよ、今あるとこ、とか言てね。うんまうん、えー、<laughs> 切れてね。うん、なんだよ、この親子。絶対切れんじゃんって言って、<laughs> うん、俺教えてやってんのにって。 言いい方、それも。なんか、それ、切れてきちゃったら、教えたくないわ、つって。ナビ入れたら、って言ってね。なんでそんな切れれるんだえガチ切れ、朝8時半ぐらいですかね。最悪のスタート。まあ、9時にね、あの、映画が入るんだけど、結構やっぱお客さん入っててね。ああ、そう。まあ、その時はこう、初めてじゃないかな、俺ね。ポップコーン L を買わずに入ったのはね。あれ、なんで これがまたね、あの、なぜなら、終わった後、私、ランチバイキング予約あ、だだだだだだこれはもうね、い。ランチバイキングのためなら、やっぱり我慢できんだな。我慢、ギリだけどね。本当は買おうと思ったけどね。なるほどね。そう。 で、予約してたんで。で、スピッツ、ま、2時間ぐらい見て。で、終わりの、え、11時ですよ。映画館出て。で、11時半にはもうランチバイキング、いたらいいないですからね。いい時間ね。いい時間ね。もう、その、バイキングの場所はもういいわっつって。俺が運転するわって。母親の車を俺が運転してね。揉めちゃってるからね。そしたらもう尻もしないのにさ、そこちょっと曲がった方がいいんじゃないのって、車線変更するの遅いよとか言って。いや、運転してなくてもうるさいんかい って言うんですかガチ切れです。なんでですか ?2 回もう午前中に切れてます。でランチバイキング。一人で行けよお互い。そう思いました。で、そこそこいいランチバイキング行ってね。もう寿司とか握ってくれるからね。おぉホテルのホテルですね。すげえ。そう。で、ただ服食ってね。で、 昼1時過ぎですよ。まだ1時はい。まだ1時過ぎ。いや、動いてるね。うん。こっから、はい。1時半に美容室予約して。ああ<ー>、はい、なるほど。そういうことです。はい、はい。で、もう髪伸びてたから。はい。 あの、本当仕事のスケジュールぐらい進め込んでるよね、この時点でも、ねいや。確かにね、うん。で、母親に美容室まで車で送ってもらって、またね、なんつって。うん。あそこで、分かる、ね。そう。で、美容室入ってる、こう、ビルがあるんだけど、うん、もうそこのビルがなんかもう取り壊しになるって言って。うん。 で、そこの美容室はもう最後だって言ってね。そうか、もうでもずっと行ってたとこ。まあ、最近行ってたとこなんだけど、移転するから、つって。で、そこでやるのは最後だ、つって。もう、ビルの周りとかも足場組まれててね。白いネットでこう。あね。あの、覆われててね。もう、営業してんのもそこの美容室ぐらいだったね。もうビルではね。他は。他はもうなくなっててね。うん。で、もうほんと、だからもう天井の この後がパラパラ落ちてきてたかもしんない。そんなことはないって。<laughs> そんな極限状態まで。営業しない。<laughs> うちは最後までやるんだって言って、ね。<laughs> 戦うと思って。<laughs> そう。立ち抜き反対。<laughs> 立ち抜き反対ず <laughs> って。えー まだやってるぞって。もう解体始まっちゃって。パラパラしてたら。で、切ってもらってね。最後、頭についた粉をシャンプーで流してもらってね、俺もね。ね。いや、やめた方がいい、もう。出た方がいい。危ないから。始まって解体。壊してる最中もやってるかもしれないしね。あそこの美容室だったらね。すごいな、覚悟が。で、15時過ぎぐらいまでいたかな。はいはい。その美容室。美容室。うん。で、美容室出て、その後、 あの、予定的には、えっと、18時、え夕方6時から、ニッチェの近藤さんに飲み会に誘われてたんですよね。で、そこまでちょっと2時間半ぐらいはあったから。やっとこうちょっときが。そきがっていうことなんだけど、紙切ってもらってる間に、携帯でこうツイッター見てたら、あの、ラバーガールの、飛びながさんが、なんか T シャツに、 相方の大水さんのさ、似顔絵をスプレーで転写するイベントみたいななんか、やってて。大水さんいないんだよ。<お><お>富永さんが、ラバーガールの、えー、大水さんの、なんかイラスト、うん、なんか似顔絵、うん、を T シャツに転写する。うん、まあ自分の持ってきた服とかでもいいんだけど、それを転写するっていうイベントを。はあ <laughs> <laughs> 開催してる、ね。それかすごいのか富永さんがうまいのなんかそう。いや、そんなことない。なんか型で、パって合わせて、スプレースってやるだけなんだけど。うん、その、でも型とかは全部作っ富永さんが作る。って。まあだから誰かにイラストレーターに依頼して作る。あそういうことか。な、うんだけど。うん。で、それエビスだったから、うん、あ、ちょっと行ってみるかなと思って、と、うん。なんでうん。 いや、俺なんか、飛び長さん、好きなんだよね。飛び長さん、優しいよなそう。なんか、ナチュラルな感じじゃん。うん。俺なんかさ、飛び長さんの、ネタのナチュラルさ、笑っちゃうんだよね。いや、めちゃくちゃいいよね。とび飛び長さんのツッコミ。なんか、うん。どうしたんですかとか、その。え、な、なんで言っちゃうんですかみたいな。そうそうそう。笑いながら、なんか、本とか、すげえいいんだよな。ツッコミじゃなくて。そうそう。なんか、すごい、 よね、あれって。本当のお客さんのぼやきなんだそうそう。あれ面白いやっぱね。そう。あれ笑っちゃうんだよね。さすがのね。うん。あとなんか、ワークショップみたいなさ、そういうおしゃれなイベントうん。みたいなことじゃん、ワークショップみたいな。そういうのを、なんか、格好つけずに自然とできる人ってあんまいないじゃん。うん。芸人で。芸人でね。うん。で、芸人っぽくないことを、俺、臆せずできる人、結構好きなんだよね。うん。たまにその、 近藤さんと飲むってなってたから、近藤さん暇かなと思って電話して、うんうん、ちょっとこの、富永さんのイベント行きませんか <laughs> って言って、今やってるみたいなんですけど、うん、っっあ、行けるよって言って、うん、じゃあ待ち合わせしましょうつってって、会場前で待ち合わせして、それがだから、16時半ぐらいですよね。うん。で、富永さんには行ってなかったんだけど。<お>うん。いきなり、そう。行って。いきなり会場に行ったら。うん あ、来ちゃいました、なんつって。うん、言ったら。びくね。あ、岩井くんって。ナチュラル。え嬉しい、とか言って。うえってならないならいね。うん、嬉しいなーって。岩井くんって。え来てくれたんだ、嬉しいとかうそい方似てるわ。嬉しいなー。そう。誰も芸人来てくれなかったからさ。行かないだろ、そりゃ。そりゃ行かないよそう。で、一日中、それやってんだよね、その日は、富永さんは。あ、すごいね。 お客さんもなんか、ひっきりなしにでも来てんだよな、んか。人気あるうそれん、ね。で、それを、俺と近藤さんはなんか、そこのさ、会場のなんか椅子に二人で座って喋りながらさ、うん、見てて、なんか、うん、あの、日がな一日なんかお客さんの対応しながら、うん、このスプレーして、ちょっと喋りながらみたいな。うんうん なんか芸人だとあんまりないからたまにやると楽しいんだろうなーとかなんか言いながらね。<ー>うん、いいなーって言いながらね。うん。そんなないよ、ね、ないよ。で、1>, 1時間ぐらいこう喋ったりなんかして。うん、うん。T シャツも1枚買わしてもらって。で、もう本当おい、岩井くん好きだわーとか言って。<laughs> なんか富永さんも。<laughs> その言い方でね。すごいね。 で、ありがとね、なんて言ってね。いや、ありがとうございました、なんつって出てね。その後、近藤さんと飲みに行くわけなんだけど。え、今日誰来るんすかつったら、あの、10人ぐらい来るよって。多いすげえな。え、どういうことなんでえ、そんなつもりじゃなかったんだけど。休日の飲み会じゃないな、それは。そう。え、10人え、ライブ終わりじゃないんですよね、つって。いや、全然違くて、普通に呼んで、つって。聞いてみたら、もともとオリラジの藤森さん。 ちょっと、もう嫌だと。うん。なんかその、もう嫌だって。な、何が、何がなんかもう、吉本以外の同期と飲みたいってなったらしくてね。なんかその、なんか、まあなんなんかもう嫌だって。うん。何がなんか、なんかいろいろ。わかんない。そうなのなんかもう嫌だって。で、藤森さんのこの吉本以外での同期を集めたんだって。 近藤さんが、うんうん。で、集まったのが、だから、相方の江上さん、ニッチェのね。ニッチェさんと一緒なのか。うん、そう。オリラジスさんは。あ,あ同期なんだよね<ー>、うん。で、モグライダーの二人。は<ー>うん。で、三四郎の相田さん。おぉ<ー>。うん で、野団の三人。おお三人。なんで、なんでさ、そのさ、モグライダーと野団は、なんで、すごいね。みんなで組んのすごい、仲いいね。いや、なんか別にいいよね。そうだよね。誰かで。めっちゃ仲いいんだって。すごいね。野団の三人は、三人で合コン行ったりする。意味わからなすぎるよなんか、うん。野団だね。そう。野団って感じだね。野団だね。うん。野団さん、そうか。で、いや、俺、同期じゃないじゃないですか、つって。そうだね。うん。 いや、でもなんか、祝いは友達みたいなもんだからさ、うん。うん。で、案の定ね。なんか、雑多ない酒屋のさ、あの、横長のテーブルで10人座ってんだけど、本当にあの、やっぱ案の定だよね。モグライダーの二人も野田の三人も、これ飲んだことないから。まあ、俺のことはやっぱ、扱いづらそうにして。まあ、持て余してる感じがしたよね。初対面祝いはそれやっぱ、ほぼね。そう。みんなちょっとビビっちゃうからね。ちょっと、ね。 なんか、口うるさいというか、感じの人に見られてるんだろうけど。で、俺の前がさ、またちょっと、ともしげさんだったんだよ、僕ら明らかになんかガチガチなのなんか知んないけど。ともしげさん緊張しそうだな、岩井に。わかる。そうそうそう。岩井君もさ、そうだよね。誰との方がいいの そう。何後輩に緊張してるんすかって言って俺後輩ですよって言って。優しいからなで、の3人もなんか気使って、ちょっとだけ敬語使ってきてるやだんさんだって俺ら結構外の、若手の時の外のライブで一緒になったりしてたからね。でもなんかちょっと離れてたからさ。でも俺飲んでる時は別にファニーだから。なんだかんだ言って。うん。楽しく飲んでるから。だんだんと打ち解けてきて。で、飲み会でも結構こうね、あの、バーッとみんなで なんんかワイワイイそしたらもう江上さんがね、うんうん、じゃあちょっとカラオケ行っちゃおうかなんつって、<ー>うん、撮ったからって言って、コートダジュール撮ったからって言って、ーコートダジュールってカラオケ屋さん撮ってね。うんうん、もう取ってる。うん、そう。もうパーティールーム撮ったからって言って、うん、その後ね。 あのみんなでカラオケ行ってね。全員でイージーライダー歌ってね。うん。イージューライダー歌って。うん。ライダー。奥田民夫奥田のイージューライダー歌って。うん。で、あの、藤森さんは、えパーフェクトヒューマン歌って。ーーで、もう、たらふくみんなで飲んでね。全員おじさんだから。おじさんとおばさんだから。ぴったり12時に帰ったいい。

芸人も見たいなぁ。やっぱ、合コンの話とかしてたわ。はぁ。え現役の現役じゃないのかもしれないけど。あなんか合コンでこういうやり方をするみたいな。いや、旦さんがそう。あ藤森さんとかね。藤森さんうん。すごいね。そうそうそう。いい回でしたね、なんかね。確かにね。みんな大人だからね。そうそね。 ん嫌なことがない先輩達でもねもめは始まらない全然大人だからこれはね始まらないんだよねやっぱね若手の時飲み会なんかしてどっかのテーブルがちょっともめ出すとかあったよねなんかその芸人論みたいなのでさまあそうねあそこ違ったんじゃないのなでなかさよくないなそんなの 全員わかんないだろうっていうぐらいの歴なん <laughs> <laughs> あそこさ、みたいな言ってもね。そいつもあれだろうみたいなね。あってないだろっていうね。それが今もう15年以上過ぎると。ただただ楽しい。<laughs> そう、ただただ楽しい飲み会ができるんだね。<laughs> そうだね。大人になったね。<laughs> <うん S 2> <laughs> ということで、すべての宛先は、<はい S 2> h t m a r t b s e i o j p h t m a r t b s e i o j p すべて小文字で、原市内1とターンの t です。 ハライチの岩井ゆうきです。サビュです。毎週木曜深夜0時から放送しているハライチのターンアフタートークです。でしだう。ん。うん、だから、芸人の飲み会って感じがしたねはい、はい。その、そうね。うん、そんな行かないっしょ、もう今はだって、ないよね。うん、最近、えー 昨日かなフワちゃんと伊沢くんと飲んだけどね何そのかいや冒険少年で一緒だからねなんかその聞いていいのか分かんないけど楽しいの楽しいよいっぱい喋ってくれるからフワちゃんがねなるほどね伊沢くんもやっぱ賢いしねいろいろ 雑学を言ってくれるしねそうなんだ、うん、そうかそうねうんなんかそうね、うん、またこの半分ぐらいさっき言ったメンバー、うん、俺ニ、うん、日の近藤さん、うん、江野上さん、うんえー、矢田の三人モグライドの、えー、お二人、うん、えー 三だってさで藤森さん半分結婚してるからね半分かああなるほどねそうで子供もいるからうんまたやっぱ子供の写真とか見せるんだよねああそれに対してみんなもうさみんな「ああ可愛いね」とか言ってうんうんそりゃそうやうん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 ううんう まあかわねとは言いましたけどねうんまあ、うん、<laughs> ってまあ、うん、がついちゃってる最初のまあそのかわいいっすねって,ってうん、うん、そう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 いやいい,いい時間だよねそれも、うん、こんな大きくなってるんですかってねうん見るなんか何を火曜日でしょ今日、うん、火曜日バトンの日だからさ何バトンってうちの長女のうん なんかちょうどさっき動画が送られてきてさうんちの長女のバトンの動画、うんうん、見る大丈夫大丈夫これ大丈夫ようんなんか見せてきてるけど <laughs> うんすごいなるほど結構すごいでしょ はい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 泣けたりするど,どんぐらいやってんだろうな、うん、どんぐらいやってんのどんぐらいやってんだろうな12年かなあそんなんやってんのうんおおすごい2ヶ月で超えてやる俺が何の, <laughs> <laughs> 何のために <laughs> 何のために何それなんでライバル意思を燃やしてるうちの娘に すごいでしょって言って見せてくるからね。でその負けたくないのなんかか。負けたくないっていうか、うん。2ヶ月でいけるかなってこと。それ、どこに向けて、<laughs> どこに向けて、その思いはん<え>なの俺は2ヶ月でいけるぞってこと。うん、でも難しいよ、バトン結構。いける、俺は、やる。いやいや、別にいいよ、やんなくて。なんでで。それ、な、な、なんのためにそれ、いけるぞって。 でお前がすごくくないっって言って言からだよ <laughs> <laughs> それで何お前にヶ月やって、うんお「お前の方がすごい」って、うん、う言わせたいのお前の方がすごいって言わせたいんじゃないの、うん、すごいっていう風な感じで見せてしまってすみませんでしたって言わせたいの言わないよ別にお前が2ヶ月で仕上げてきてもなんでそんなことじゃあ俺いや「100歩絵図」って、うん いや、すごいって言って見してしまってすいませんずしたとは言わない。うん、でもいい。うん。でも、すごいな、祝いとは言ってほしい。言わないよ。ん。なんでだよ。だね、頑張ったんだよ、俺だって。俺の方が頑張ったよ。子供って、密に頑張ったよ、メンタル。すごい、子供の感じ。俺の方が密に頑張ったんだ。ありあって褒めてもらいたい子供の感じ。 いやだって俺,俺お前の子供なんかどうでもいいんだからさ、うん、そんなそれが2年かけてやったやつ見せられてもさそれでなんか「いや俺2ヶ月で」って見せられても「うん、え何こいつ」って、うん、多分俺何こいつだよかける言葉は。いや俺は、うん、ね、うん、そのバトンの動画は、うん、俺の子供じゃないし、うん、そのバトンをやって 知ってる人のの動画としか見れないのうん。だから、うん、いや、その澤部さんの子供かもしれないですけど、うん、その子供がそれぐらいのバトンをやってる YouTube があったら再生しますかってこと、うん、うーん、もう全然わかんない。何を言ってるか。<laughs> うーん <laughs> 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 うーんじゃない。<laughs> っていうことだと思って、うん。<laughs> いや、わか,かるよ。あの、そう。でも、小学生は小学生。この動画見てって言ってんのと一緒なの、うんうん。いや、わかる、ね、でも、小学生は小学生でしょうん、だから、小学生のラインはあるじゃん。俺の娘どうこうじゃなくて、ね、でも、スーパー小学生のラインじゃないじゃん、うん。スーパー小学生のラインで見せてないよ、こっちも別に。 だから、スー、うん、パース、スーパー小学生じゃない LINE の動画を見せてこないでってことじゃ小学生のバトンを、の現状を伝えただけだから。別に俺は、俺は。それをそのまま受け取ってくれればいいだけで別に。わかるよ。思ったより、うん。すごいじゃん。わかる。 その感じは,小は、うん。小学生のバトンのラインはわかる。小学生のバトンのラインわかんないだろ、お前。かるよ。小学生のバトン事情なんてわかんないだろ、お前。わかるよ、俺は小。小学生のバトン。分かるくらい。なんでわかんない、小学生。ラインぐらいわかるよ。バカにしないでよ。そのラインと比べてどうだったじゃあんそのラインと比べて。うん、ちょっとだけうまかった。うまかったじゃん。ちょっとだけ上手いやつを見せてこないでっつってんの、ね、<laughs> <laughs> ちょっとだけ上手いのが一番いいだろう <laughs> <laughs> なるほどねうんその感じでいたんだろ飲み会の時も子供の写真見てうわってだからそういうこと見せてきてうんそれもうんでなんだろうなやっぱ子供がいやそのねモグライダーの司馬さんだからともしげさんが写真見せてきてね子供の写真モグライダーの司馬さんが子供の写真見せてきてね 芝さんの子の方が可愛いなとか思ったりねうんうんっていうことうんでもみんな可愛いねってうん同じぐらいで言ってんだよそうだようんそういうことなん、ね、<laughs> そう <laughs> まあまあ、うん、なんかこういうはこの話はもうしない方がいいな祝い、うん、とはねなんでこう,こういう話はなんで こうなっちゃうから。見せない方がいいわけでしょ岩井には何にも。いや、みんなが見せ合ってんだったら見せてよ。なんでほらそれが寂しくなっちゃうそれはおかしい。みんなが見せてたらいや、でも岩井に見せたら前みたいな空気になるから、ちょっとやめとこうかってなる周りの人は。でも俺も飲み会にいるんだよ。うん。うん。でもそれ過去そういうことをやってたら、いずれそうなるよ。やってないよ。 やってはない俺も可愛いって言ってたんだから出ちゃってるよそれは出ちゃってるの難しいんだねお父さんになると難しい人たちになっちゃうんだねどう考えてもお前だよ難しい難しい人間は今の登場人物の中でんなるほどねそうよそうですかそうね 昔だったらないもんね、うん、そんな写真見せやなんてね結婚してる人の方が珍しかったわけだからね,ねそういうことよ,よねでねえなんかちょっと相田さんが「車がどうの?」っていう話してねなんかしてて「うん、なんかちょっと迷ってんだよね」みたいな買い,買,う買い替えるみたいなうんで、うんうん「俺は俺でここ今乗ってんすよこれ」 見せたいな何見せてんだろうねって思ってね俺も一緒じゃんって一緒じゃんっていうか自分の子供見せてる人に対して車見せてるじゃんっていやまあ確かにね車バイクもすごい見せ合うよねあそうね車バイク好きの人ね見たいしねだって自分のこだわりとかなんかあるしね あなうんそううわこここのパーツにしてんだとかさうわこのマフラーこれ使ってんだとかうんいいねみたいなでも子供にこだわりなんかないじゃん子にまにこだわりはそうね服とかああを見せたい人もいるかもね中にはおしゃれさせてますみたいなはい。なるほどねそうねうん そうだねいや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 <笑><笑>いや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 うんそういえば「うん、あのぽかぽか」ボカボカのさ、うん、あのさっき本編でも言いましたけど山本健太アナウンサーはい、はい、水曜日担当ね男のね、うんえー、3年目かなフ、うん、ジテレビ。うんうん でんかまあちょいちょい仲いいんでアニメを進めてたの俺はそしたらすごい見てこの感想をくれるから次何見たらいいですかなんかくださいみたいな言うからまあいろいろ進めてる中でんか俺の妹がこんなに可愛いわけがないっていう。 なんかすっごいオタクっぽいアニメに聞こえるかもしれないけど、うんうん、結構名作で<ー>結構誰でも入りやすいような感じのアニメだからおすすめたりするんだけどそれなんか進めてすっごい面白かったですって言って、うん、でそれでなんか1話かなんかにメイド喫茶に行くシーンがあん、ねうん、でなんか今度メイド喫茶行きたいですって,言っておそれ見てじゃあまあ今度じゃあ行くって言って、うん、でそのさ メイド喫茶。メイド喫茶。うん。連れてったのね。おえ先週の金曜日か。うん。今もう、いっぱいあんのメイド喫茶って。めっちゃある。めっちゃあんだ。うん。秋葉原なんかもほぼで。高校の時に一回行ったんだよな。えメイド喫茶。友達と。それもなんていうの一番いい時のメイド喫茶じゃない一番いい時だなうん。どういうこと時代的に なんか年齢的にピークの時じゃないあメイド喫茶があそうなのかな、うん、確かにでき始めでしょああそうかもねそうって言ってきてさ<ー>うんもうなんかちょっと変なメイド喫茶じゃない方がいいと思って、うん、ちょっと王道みたいなとこに行ってきたんだけどうん まあ、はしゃいでたね。はしゃぎそうだな。そう。なんか。うわーって、もう入った瞬間に、うわーすごいーって。めちゃくちゃテンション上がりますよね。にあの感じなんだよね、なんかね。う。なんか。りなさいませ、ご主人様とか言われてさ。うわー、ご主人様だ、俺みたいな。うん。すごいね。で、なんか、店員の後から出勤してきた子かな。 なんかあの眼帯してたんだよなんかあから左目にうわ眼帯してるとか言ってやっぱ眼帯するんですねって言ったらあこれあの物もらいですちょっとなんなのそのはしゃぎすぎちゃって確かにまあちょっとあるもんねその眼帯のねコスプレのやつはあとはもうなんかちょっとなんか 一緒に UNO したいですとか言って。なんかメイドと UNO してね。オプションみたいな。うん、そう。ああ。あと、なんか、あれね。めちゃくちゃやるじゃん。あの、じゃあ、王道のやつやっとくかつって。オムライス頼んで、つって。絵描いてもらおうかつって。うん。ャップ。そう。で、何の絵描いて欲しいですかとか言って。ご主人様、とか言われてね。うん。山県が。で、あの、ぽかぽかの満腹昼太郎描いてもらって。 どこで番組愛を発揮してんだよ。<laughs> 恥ずかしい。<laughs> すごかったね。書けたんめっちゃうまく書いてたね。うまいんだ、うん。で、最終的にチェキも取って,てもらってた。恥ずかしい。うん、ほら。めちゃくちゃうまいじゃん。うん。この。えメイドさんがやったのそうだよ。すご、うん やばい顔してるヤマケンがもうすごいよそんな。に。その写真。あからさまな顔してるよね。うん、で、最後、ツーショットチェキも撮ってもらってさ。楽しそうだほら。<laughs> あ楽しそうだね。うん、ハート作って二人で。<う>すごいね。すごいね。やっぱ、ヤマケン分かりやすいやつだよね、本当に。一番顔のいい子指名してたからね。<laughs> <laughs> ああそうか指名とかもあるのか、うん、それ誰と取りますかって言われてああチェキーねすごいねうん、うん